いい安平ではありますが、逆に、秋雨みよ。え、沖縄がこんなに早く秋めいていいわけって、思いますね。人事の異風な動物やいびん。やあたい。あちさてん、ひーさてん、ぐぐあびて。あんしひちなしわしあっち。やあたい。<laughs> 話は変わりますが、めでたいことに、2020年。 オリンピックが東京に決まりましたね。日本に来ますよ。7年後です。今スポーツを頑張っている方々に具体的な目標ができよかったね。なんだかウキウキしてしまいます。その時には絶対東京まで出かけてオリンピックを見に行こうと思います。それにしても大変な費用がかかっているんですね。 オリンピックを開催したいという申し込み書を提出するだけで、なんと7億円かかっているそうですよ。あの分厚い紙を出すだけで7億円ですって。はし。開催すれば経済効果は3兆円だということですから、東北の復興と同時に全ての人々が元気に幸せになれますようにと、ナオミナビーは今から祈っております。 あ、朝方5時の発表をリアルタイムで起きてテレビで見ていました。第1回抽選の時にはびっくりしましたね。もう私はベッドから起きてひさまんちして手を組んでお祈りしながら見ていたんですよ。そうしたらなんか意味のわからないことが起きたのでもうドゥマンギええー、って。でもね、後で結果東京がね圧勝っていうことで決まったので本当によかったよかった。 東京オリンピック、ね、この前の東京、この前って言ってもなんですけれども、東京オリンピックの時ですね、私は、あと、まだ PO 側だったから、あの、東洋の魔女っていうのは覚えてるんですよ。で、しっかり覚えてるっていうのが、その何年後かに来た、あの、ビートルズ。あれは覚えてます。でもね、 東京オリンピックはなんとなく東洋の魔女しか覚えてないんですよね。だから今私が女その魔女になっているのでございますが。<laughs> まあ、生きてる間にオリンピックをですね、日本で2回も迎えられるなんて本当に幸せだと思います。だから絶対東京行って見るぞーって今からあのオリンピック貯金始めようと思ってます。まあまあ、ユンタクはその辺で一曲行きましょうね。 was the spy in the house of love. さて先週ね、私は皆さんは携帯は何を持っていますかってね、えー、聞きましたが、お友達が、えー、とスマホに変えて、ついでに電話番号も変えたから、うん、新しい電話番号をですね私にメールしたら、5回とも届かなかったってお話ししましたよね、そうしたら、あることからですね私、分かりましたあの、電話番号っていうのはメールできないそうですけれども。 お隣のイケメン兄さんたちそれをご存知でしたもちろんえ<や>知ってましたマジっすかはい <laughs> そうなのそうショートベルで送れないんですようそ、じゃあ私は <laughs> このお友達が5回も送ってるけれども届かなかったって言って笑ったんだけどこれじゃあ私が笑われるべきそうそう本当知らなかったわけそうかじゃあ知ってる人にとったらあっしえナ、ー、オ美ナビュー何言ってるか当たり前だろうってそんな感じ まあそうなんですかままあまあ、まあ、そうらしいですあのショートメールでは届かないとあのパソコンに詳しい今日の、ね、隣のお座りになっているお兄様がねおっしゃってますでねこのお兄様うんどちらのどなたなのかは後でご紹介いたしますけれどもで同じく先週なんですけれども天皇陛下のですねお読みになった和歌を紹介いたしましたが今週は 皇后陛下のお読みになった和歌をね、紹介いたします。まあ、いつもはですね、えーと、流歌を読まさせていただいてますけれども、今日は皇后陛下のですね、えー、と去年、全国豊かな海づくり大会でお越しになったときにあの読まれた歌ですね、これを読まさせていただきたいと思います。雨土に兆しきたれるものありて 君が春のに立たす日近し。雨土って天地って書いて雨土って読みますね。要するにですね、この時、あの、皇后様は、その前の年の2月にですね、えー、感動脈のバイパス手術をしたんですけれども、 ずっとね、胸水潮流っていうんですかね、胸の中に水が溜まるっていう、そういう症状がずっとあって、で、なかなか気分が優れない時に沖縄に来ていただいたんですね。で、お医者様からすると、春になると良くなりますよっていう言葉をずっと信じて、頑張ってらっしゃってたんですね。で、その最中に沖縄にいらっしゃって、で、万座毛に立たれて、で、またほら、沖縄って11月でも、 ちょうどあの皇后様たちね、天皇陛下様がいらっしゃったときには、いいお天気だったんですよ、私もあの58号線に立って、この歓迎の旗を振ったりとかしてましたので、とても記憶に残っていますけれども、やっぱりこういううららかなそういう気候のもとに立つと、やっぱり春が近いっていう、そういう感覚になられたんだと思います。なので、君が春のに立たす日近しっていうのは、あ、もうすぐ春が来るんだわ、そうすれば私のこのね、 状況、優れないあの体調も良くなるんだわっていうような、そういう希望が、そうですね、組み込まれたような感じがありますね。で、とですね、まあ、あの女村も、硫化対象、これはもう締め切りはしましたけれども、あのこの前聞いた限りではですね、えー、と400種、一般の部が400種、で児童の部が600種。 あるっていうふうにね、あの、お聞きしました。これは NPO 法人のね、えっ、ー、と、女、フレアネット女の代表の、なしろさんにお聞きしたんですけれども、まあ、あれからあとまた増えてると思うんですよね。今日はその辺の話題もね、含めながら、もう、早々とスタンバイしていただいてるので、紹介しましょうね。いつもの通り行きますので、掛け声よろしくお願いしたいんですけれども、Are you ready? イエーイイエーイせーのはいさ、さよおじさんはい,はいはい、さよおじさんほぬご指の三五瓶が抜くとんな、抜くとらわんには切らんな。ありありはらば、ええわらば、あいよ三五瓶のあたしは人間かい、抜くとんでい女ええわらば、イエーイいきなりうどんされたん ということでですね、私のあの、番組はですね、前後左右もひっちゃかめっちゃかで、話もまとまりつかないうちに終わるっていうのが常識になっているので、もう大体ね、えっ、ー、と、これで半年来てますのでね、皆さん分かってくれてると思います。まあ、このひっちゃかめっちゃか、皆さん、ゆる中ちうたびみせえびりということでですね、今歌っていただきました。まずあのー、 素晴らしい歌を披露してくださいました。えっ、ー、と、NPO 法人、フレアネット、女の代表でいらっしゃいます、なしろさんですね。こんにちは、はい。こんにちは。よろしくお願いします。それと、あとですね、やっと来ていただいたっていう感じなんですけれども、えー、女ナビのですね、女ナビですね、私の生みの親でございます、パパはい。<laughs> パパ。<laughs> パパ。お名前は <laughs> え僕がしゃべるのそうだよ名前は自己紹介できるでしょパパ <laughs> 緊張するねはいはいえー、名護市商工会の金城といいます、えー、3月まで女村商工会にいて、はい、ミスナビーの自称 <laughs> 生みの親ですねそうですね金城、はい、さんが緊張するって何か分かって何 <laughs> かダジャレなのかなんなのか <laughs> やってますけれども 本当、ええー、私がこの、うな、うん、な村アリンクリーンでデビューしたのがですね、4月1日なんですよ。まるでエイプリルフールなんですけれども、その時に、やっぱり私の生みの親っていう形でね、金城さんに来ていた,いただきたかったんですけれども、なんとこの日に、女村あ、えっ、ー、と、商工会から、名護市商工会の方に転勤なさって、ちょうど私がデビューして、9時にお話ししてる時には、金城さんその頃は、 ジレコフはい残念ながらだよね何とか来ていただきませんかっていうふうにお願いしたんですけれどもねやっぱりねもう名護市の商工会のメンバーになるってことでどうしても抜けられないよっていうことでですねそれで満を期してやっとやっと半年後来ていただきました本当に今日はありがとうございますいやはいよろしくお願いしますお願いしますでもうしばらくしたらあと第1回目のコマーシャル入りますけれどもその後に えっと、先ほどお話ししました、えっ、ー、と、龍火のこととか、で、ナビを生むためにどんな難産だったのかとか、いろいろお話聞かせてくださいね。よろしくお願いします。 近所さんはいこの本見てみて PC 見てる方にもむしろねこの本前にも何度かねこういうふうに映させていただきましたけれども見て金城さん懐かしいもう懐かしいよね <laughs> もう何年も前のことのように <laughs> おい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  <laughs> まだまだこれほら2月3日の3月3日までの女街道フェスタ これのね、パンフレットなんですよ。これ保存版だよね、でもね、本当にね。もう本当にね。本当に保存版。あのー、だって、僕の裏情報が満載だもん。裏情報 <laughs> <laughs> ど,どんな裏情報なんか表に出てる情報だから。裏情報って言ってもちょっと怖いんだけれども。でも本当にね、この、なんていうの、情報がこんだけ凝縮されてて、うん それでほらうし裏表紙もすごいじゃないで写真がさ、これを作るために何百枚何千枚撮られただろうなっていうのがもうパッと見てるだけでも分かるわけね、これの準備にかかったのは、うんとこれが開催されたのが今年の2月3日だから、これの1年前からやってたんですよってことでねなしろさんからお聞きしたんですけれども、もうその時のにはなかなかデートもできなかったっていう風に聞いてますけれども、マジ、はいもう24時間 これに振り回されたって言ったら変な言い方ですけど、うんうん、でも、おかげで、まあ、このお店、えー、イベントに参加している約60店舗といろんな会話ができてよかったかなっていうのが正直です<ー>感想ですねそうだねでも、このなんて言うの、有村さんが、うん、片足上げてピースしてる写真とかさ。<laughs> こういうの本当にいいよね。山田のおばちゃんがあらららとかさ。本当に一人一人の村民がみんなスターになってるんだよね。それでおかげさまで、その2月3日の初日に、あの、ナビコンテストがあって。まあ私、いろんな流れからして、あの、出、出るはめっていうか。でも、最初はね、出るはめだったのね、実際。だけど、後からは、やっぱり、その、 私がやらなきゃ、ターガスグッドっていう気持ちになってきたわけ。だん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 ポジティブ。そうしたら、当日くらいになったら、私にグランプリくださいって、審査員の前で言ってしまってたもんね。そう、言ってたね。<laughs> <laughs> 恐ろしいよね。グランプリ私にください。さあもう絶対後悔させませんからっていうぐらい。もうそれぐらい本当に女さんのために、やっぱり広報大使として頑張りたいっていうふうに思ったわけ。 っていうことは、もう、この企画をなさった、金城さんやなしろさんの魔法にかかってしまったっていうのかな。そんな感じです。いや、でも、一番うってつけない人がなったと思いますいやいや、だからね、ねそういうふうにね、ね前向きな気持ちにさせる、あなたのそういう言葉のテクニックで、<laughs> やっぱりここまで来てしまったんですよ。本当に。でも、それをね、えっ、ー、と、挑戦して。 で、準グランプリに選んでいただいて、で、いろんなことを経験させていただいて、本当にあのよかったなーって思ってるのね、で、まずお話しいただいたのが、あのー、このこ、ね、FM 読みたんのパーソナリティになりませんかっていうことから、うんなむらの情報発信でしょ、そういうことから始めて、本当ガタガタ、今でもガタガタしてますけれども、そういう状況でね、させていただいてて、で、あとは、あのー ナフェア、これはもう、那さんたちも第一線で頑張っていらっしゃったんですけれども、うんなむらフェアね、うんうん、その時に本当にもう、あの右も左もわからない私たちを、あの手取り足取り、いろんなことを世話していただいて、そのさ池袋サンシャインのステージに立たせていただいて、でそれでまた、うんなむら、あるいは沖縄県を。あの アピールできたっていうのは、本当によかったなと思ってるんですよね。その時すごかったですね、なしろさんね、うん。多かったですね、人。本当ね、あの、今回、なんか、去年よりも人が多かったっていうふうに聞いてますけれども、ねうん、トータルでどれぐらいいらしたの、うん、トータルで、あそこだけで、8万人ぐらいいたんじゃないですか八、うん、8万人はい。すごい。えええ ?1 日。1> はあ、!1 日で8万人ってよ。はい で、そのうちのよ、何パーセントかは、ナビ読みに来るわけ。毎日来る人もいたわけ。<う>それで、毎日写真撮ってくださいって。<laughs> <laughs> いたわけ。あ <laughs> げくの果って、色紙持ってきて、サインしてくださいって方もいたんだよ。ナビってサインしたのもちろんです。<laughs> もちろん。<laughs> あの、竜花 私はもう一番好きなのが、女だけあがただから、うん、里が生まれ島ね、この竜花を描いて、その隣に、女なびって書ていて、本当に、そうそう、私は字が大きいから、色紙にあってあの、はまらないわけ。で、だんだん字が小さくなったんだけど、この方たちに、ね、喜んでね、ほんまに、ほおってほえ、<laughs> <laughs> 本当だよ、本当に。でも、那ろさん、あの時のあのエイサータイム、すごかったね。うん、エイーサーも頑張ってましたね。 本当に、そのたんびに、あの、地方をしろさんたちが後ろでやってくださってるんですけれども、もう、この池袋サンシャインシティの館内が全部沖縄ムード、ね、えー、金城さんも来れたらよかったのに、行きたかったね、ね<ー><当>なんでこのタイミングで名護に行っちゃった僕も分からない、僕も分からない、<laughs> 本当に。<laughs> <laughs> <laughs> でも 恩女村の商公会、何年でしたえっとね、うん、ちょうど7年7年、うん、じゃあもうラッキーセブンで飛ばされた、ねで、8年になると末広がりになって、あとはもう動かなくなるから、そうかちょうどその頃に飛ばして、また向こうでも7年頑張ってもらおうっていう、そういう配慮かな、7年、七年、七年、でもお住まいになってん遠いんだよねそうです。 僕は那覇なんで那覇から、うん、那覇から名護までそうそう高速で高速、うん、貢献してますねはいだからよ <laughs> もっと女んに貢献してくれないアパート女さんに構えるとかさそ,そこら辺は本業の土井さんに相談しようねナビじゃなくてよろしくねよろしく <laughs> あのー、ティントゥのおまけしますので <laughs> ぜひ来てください女んねあの人口が一万何本いらっしゃるじゃない、うん 村は同じ村なんだけども来年の1月、うん、1> 全国で一番人口の多い村になるんだよねうん、うん、ああそうですねうんだから私これあ、はいえ女村負けてんだなんと思うからまぜ金城さん女村、うん、にカモンベイビーですねあとはいい人も紹介していえいい人はよ自分で見つけないとチャーするって私もいい人だよ <laughs> チャやが <laughs> 考えさせてください <laughs> 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 聞いてない、いろさん、<laughs> こんな大事なところで。と思してたのに聞こえなかったでし <laughs> <laughs> <laughs>、うん、でも、この女街道フェスタね、地道にこういう形で頑張っているんだけれども、やっぱり名護に行かれて、女さんのそういう情報とか、やっぱり、うん、入ってくるでしょ、入ってきますね、うん、で、まあ、地道に地道に、まあ、これがほら、あの初回だから。 もうやっぱり長く続けていくことが大事かなっては思うんですけれども、また2年目、3年目、どういうふうに展開するかっていうのは、やっぱりね、もう、金城さんは転勤なされたから、いろいろアドバイザーという形で、意見はいただけるかもしれないけど、もう24時間、これに費やするってことは、できないじゃない、その辺でね、やっぱり頑張ってもらうのは、もう、なしろさん、僕が頑張るわけですね。そうですよ なんか自覚がないみたいだけど, <laughs> どうなんね金城さんいやえー、とでもこれをね、うん、僕がやった時のきっかけはやっぱり地域の実践うん、うん、やっぱり地域が主体とならんと意味がないよっていうのはずっと言ってきたことなんだけどうん、うん、でも1回目ってやっぱりみんなイメージが湧かないじゃないですかそうだ,、ね、だったら今回は全部僕がやるからでも2年目3年目はあんたたちが主役だよっていうことでうん、うん、あの そこらへんを少しずつ、まあ、今年来年シフトしていけたらなっていうのがやっぱり思惑であったんだけどね。うんうんねうん、ということは、もうまたほら2年目来年に向けてそろそろまた動き出さないといろんなこと計画できないよね本音で言うと僕は8月にやりたかったなっていうのがやっぱり一番あそうかやっぱり、女村はねトップシーズンは8月。うん その準備として2月にとりあえずやって、うん、じゃあ半年後の8月に本チャンで、うん、いっぱいお客さんがいる中で観光客と地元の交流の場を作れたらいいなということで僕がいる時はそういうふうに考えてたんですけどちょっと計画がずれてきているよね、うん、今ね。ね移動してしまったしね。うんうん それをまた次にね、引き継いでくださった、あの、新任の上原さんいらっしゃるんですけど、うん、今日本当はお呼びしたかったんですけれどもね、今日会議がどうしても外せないということで、今日は欠席なんですけれども、金城さん、なしろさん、上原さんのお尻をパンパンって叩いて、で、私そばで、あああってお手伝いさせていただきますので、<laughs> 本当にまたね、やっぱりここまで、せっかくここまで来た女街道フェスタ、 で私もいつまでナビしたらいいのっていうところがあるから、だからそういうのもね、もっと計画しっかり立てて、2>, うん、2回目、3回目続けていけるように、あの、頑張っていきたいなって、本当思いますのでね、うん、よろしくご指導お願いしたいと思いますが、う<い>ウィウィ <laughs> フランス語なってるよ <laughs>。オリンピックのあれで、影響ある昨日さ、うん、オリンピック発表あった日、うん、僕誕生日だったわけよ。 もう、影、影に潜んでしまってよ。もう、ショックで。本当によ。ハッピーバースデーイさんも今日で、今日こっちで、ほら。世界に発信してるよ、これ。あ、祝ってくれるのこれ。近所さん。ハッピーバースデー to you! ハッピーバースデー to you! ハッピーバースデーパパパパパパ。 ナビのパパでございます、キイジョウさん、35、35、安心、うん、嫁さんいない、もちろん子供いない、うん、生からやさや、生からや、ねうんど、もうこれを記念の日としてからに、今からもう、草食系を肉食系に変えて、箸で吠えて頑張ろうぜ、そこらへんはもう先輩、ご指導くださいね、私、肉食系すぎてからみんなが逃げるんだけど、あんたに。 ねえ、なしロさん。<laughs> 逃げてるかどうか分からないですけど。やっておいでよ。<laughs> みんな寄ってみす。です <laughs> ちゃった声い。ちっいのようならいいんだけど、<laughs> いつも酒飲んで寄ってるのようになってるからよ。<laughs> ま、ここでコマーシャル一回行きまーす。 はい、ただいまーす。15時31分ですね。えー、2曲目ですね。耳ぐす薬差し上げますよ。wait, wait, wait で。wishing I was lucky. 大丈夫よそこら辺は大丈夫。一週間徹夜すねって。忘年会も参加してないっすねとか。そうそうそう。ずーっとこのデザイナーと一緒にいたから。何ページ何,ージ何ージがあるって全部知ってるから。今でも覚えてるから。 近所さんはいえと、女街道フェスタのね、この冊子、これ、本当に保存版なんですけれども、まあ、こういうことを作ったりとか、フェスタを行うにあたって、まあね、1年前から頑張ってたっていう話はもう何度も聞いてるんですけれども、特にどういうところに苦労したとか、この努力は分かってほしいよなとかっていうところ、あるもう話せばきりがないんですけど、本当に簡潔に言うと、 みん,なのきみんなの思いを一つにする、うん、これはとにかく苦労しましたね、うん、もう正直、まあ、僕が、えー、と選んできた専門家もそうだし、はい、あのお店の人もそうだし、はい、やっぱりみんなやりたいこと、あの思いっていうのはさまざま、うん、でも、それを一つにしないと、やっぱり地域の発展はないよと、うんまあ、そういう思いでも本当に、すべて僕に任せてくれと一回。 そういう思いで、あのうん、どうにか形にするということで、うん、まあこのガイドブック、うん、イベントに踏み切っていったんだけど、やっぱり、このガイドブックもね、あの 1>, うん、1年間って言ってるけど、はい、実際に企画がスタートしたのは11月の末、うんうん、それからもう、あのうちの,あの商工会のメンバーで、はい、取材に駆けずり回って。うん えと12月、1月の頭にはもうガイドブック出来上がってたからもう,う実質2ヶ月 2> うっそ2ヶ月でこれだけのボリュームを作ったんだけどね,ねやっぱりこれはうまくできてるなって思うけれどもこれあの専門家の方の意見とかこういったのも全部織り交ぜながらとかこれはもうほとんど一応僕の独断と偏見。 やっぱりあの今までのね、うん、ありたきりなガイドブックでは面白くないよと、うんなるほどね、言えてる最初の一番ね関東特集の山田商店にしてもそうだし絶対地元の人でも知らない情報を載せようよっていうのがもう一番のテーマで僕の中のコンセプトとしてクレーム一歩手前。<laughs> お店の人に怒られるんだけどでもそれで実はそれが魅力なんだよっていうのを伝えたいなっていうこと言えてる言えてる、うん、だからこの山田商店のおばちゃんさっきから私言ってますけれども「嫌な店ですみませんね」っていうふうにねあの笑顔と一緒にあるじゃないですかそうそうそうこれは実際におばちゃんが取材しに行った時に、うん、本当に喋った言葉なんですよ 普通に言えばこのお店のこの料理が美味しいよ楽しいよっていうのは誰でも言えることでもそうじゃない魅力ってあるよねっていうのはうん、うん、やっぱり地元しかやっぱり僕たち商工会の人たちでやっぱり引き出していきたい,、ね、い,きたいなっていうのが。 だ,ね、だから本当に。あの、このな中にさ、山田商店をさ、紹介する中に、お店の誇りは歴史の誇りってあるでしょ私、あの、自分のお事務所が山田商店近いので、時々お弁当買いに行くんですね。うん、あたり、誇りが入あるんですあの、並んでる瓶とか缶とかに。これが <laughs>、お店の誇りは歴史の誇りって。いいキャッチフレーズだなって、ほんと思う。うこれは、金城さんがここまでの人間関係ができてるから、 やっぱり欠けることだなって思うんですよね。じゃなかったら怒るよね。普通は怒られる。ね。だからクレーム一歩手前っちうのがね、よくわかる。それとあの、元祖海ぶどうの白井さん、白井さんのところね。これもうほんと、タコヤジってね。まあ私もあの、お友達だからタコオヤジとか、あの、言いますけれども、でも一般の人が言うと、お前にそんなこと言われる筋合いねえよとかって怒りそうだよね。 タコおやじが作ったもずくと海ぶどうの丼とかってってね、最高や。本 <laughs> 当で、見たと、見たのんと同時に、このタコおやじ、納得いくわけや。うーん、うまくできてる。そういうことが書けるってのは、やっぱり金城さんならではだなって思いますね。で、やっぱりこれを見てね、私、同じこの村内に住んでても、知らないお店ってね、恥ずかしながらあったんですよ。 あるある、うん、だからこれを見てあ行ってみようって言ってねあの足を運んだお店が何軒もあります本当にそういう意味ではやっぱりよくできたいい本だなって保存版でございますうんやっぱりねあの観光客がやっぱり知りたい情報ってのはやっぱり 地元の情報はい。じゃあ、その地元の人がまず地域を知ってくださいっていう思いがね、うんうん、このガイドブックには詰まってるなとは思います。そうですね。うん、本当にもう、宝だと思ってます。で、皆さん、この女街道フェスタのね、この冊子なんですけれども、なんかね、本当に全てカラーなんですね。で、情報満載です。で、 僕も欲しいなって思ってらっしゃる方、女んのね、商工会に、まだね、えー、っと、ストックありますから、あの、お電話かけるなり、直接行っていただくなりで結構ですので、本当にこれね、見てて飽きないですよ。だから、ヌーガルンコネンサーっていう時にはこれを見て笑ってください。本当に最高です。差し上げますので。ね、金城さんね。 ぜひよろしくお願いします僕が宣伝 <laughs> <laughs> って、なんか、<laughs> いっぱい残ってるからね。あるある、でところで、なしろさん、流化対象のお,お話しさせていただきたいんですけれども、はいあ、もう締め切りは終わったじゃないですか、私、先週聞いたときには、一般が400種、はい、で児童の部が600種っておっしゃってたんですけれども、はいはい、増えました ちょっとだけ増えました、ね、うん、トータルで、これで私が聞いた限りでは1000週、はい、今はいくらぐらいになりました今、ちょっ1050周ぐらいですかねあそか、うん、そこまで大きくは増えてないですけどあじゃあ、やっぱり、あのー、なんていうの、化身有効とかって言ってきたのが、はい、じゃあ、プラス50周ぐらいだったんですね。まああの、すべて目を通すのも大変でしょうけれども、はい、今、まだ時間ね、こんだけしかってないので。 えー、感覚っていうか、どんな感じ、テーマ、嵐。あーテーマは、まあ、嵐、激しいよね。としてるので、うんうん、難しいなっていう意見はありましたねあそうなんだ、はい、この私が考えるにはね、嵐っていうこれを直接的に訴えるのもありでしょ、はい、だけど、この静かなる、例えば恋心とかさ、うん、私はあのナビーですから、はい、この。<laughs> 恋心とかっていうのを静かに静かに秘めながらでも胸の内は嵐のようになんていうのうなん、なんて表現したらいいのかな、ほんまにだからよ、私、龍華読めないっていうのはその辺なんだけどももう嵐のごとく吹き荒れてる、うん、っていう、なんかそんなような歌があるといいなって密かに期待してるんですけれどもね。まだちゃんと名和とは通してないので、うん、来週から審査、一次審査来週なので、うんうん、その中で一回全部。 読み合わせするので、あそうですの中でだいたいあ結構ユーザーが集まってるなとか、うんうん、今年はちょっと去年に比べるとあんまりないなとか、うんうん、来週ならはだいたいわかりますね。あそう。はい、私ねあの商工会の青年部まあ今回も共産それですよね。はい、が、あの発行したと過去の第一回から第十回までの。 龍華大賞の応募作品優秀とか入選も含めてこうまとめられた本をこう見させてもらってるんですね、はい、そうすると大賞に選ばれた歌っていうのは意外と何て言うのかな素直な気持ちでこう誰にでも分かるわかりやすいすっと入ってくるような難しい言葉を、はいあの こう本当に頭がいいんだろうな、この人っていうような感じのものではなくて素直な感じの読まれた歌が結構いいところに入ってるっていう感覚があるんですねだから、竜カって、まあ、もちろん勉強してらっしゃる方もいっぱいいらっしゃるけども何も難しいことを書こうとかっていうのは必要ないんだなって思ったんですよ、なしろさんたちらずっと、ね、こういうことをお勉強なさってて今があるので。 あの琉球音楽とか、はい、そういったのを歌いながら読みながらナシロさん自身はどういうふうに思っていらっしゃいますかまあでも実際に今大賞を取ってる作品も、うん、審査員の先生の話を聞いてると、うん、ああ、うん まさしくそうなんだなみたいな、うん、やっぱり素直な気持ちとか、自分がけい、うん、過去に経験したこととかですね、うんうん、そういったものを素直に歌にしたのが、大体、うん、い,いいところにいってるような気がしますね、うん、そうですよね、はい、あの本当に、うん、この言葉の意味、なんだろうっていうような難しい言葉、うん、あのこれ、すごいんだろうなって思うような言葉を使っている方もいっぱいいらっしゃるけど、意外と対象とかの方には入ってないっていうのが、うんうん、今度、この本を読ませていただいて、あの 新発見でした。確かにあると思います。な、うんかその辺歌は深いんだなと、うん、うん、ちょっとコマーシャル。ありがとう。でさあ今度審査審査一回聞いてみますか？<ん>審査聞いてみますか？審査はい。あの龍華の審査。 こと今回の、はい、どうせあ二次審査最終は体験センターでなのでうんうんうん。意外と勉強になりますあど<ー>、はい、いつですか第一次審査第一次審査九月の十八だったかな九だったかなあ本当。はい。九月十八金曜日ですねンがないな。い九月じゃあ聞くわ。九月十八日第一次審査ねその時オッケー。OK 近所さん何か言いたい言い,た言い残したことある大丈夫よ言い残したことあるまた来るからいい残したことある一言どうぞって私振るよねあと10分ぐらい <laughs> 次あるから皆さん頑張ってください <laughs> 草根の陰から応援してます」<laughs> いいじゃないここ笑うね草根の陰からん草ん草草の話でか,かくれんわってこう振ってくれたら <laughs> いいんじゃはい今日も「うん、なナビ」が。うん 生でお送りいたしております。うなむらリンクリーン聞いてくださってありがとうございます。さて、今週のですね、女村情報になりますけれども、あのー、先週までずっとね、お話ししてました、えっ、ー、と、9月22日に4時まで婚活交流会開きますってありましたよね。これね、もう締め切りましたし、それで、えー、っと、 公民館の方にお聞きしましたら、三十何名かの応募があったそうですよ。この中からね、カップルがね、何組生まれるか、うー、私も行きたいと思ったんですけれども、あの、年齢制限で、ね、引っかかったんですよ。あの、近所さん近所さんだったら無理やり、あの、応募はもう締め切ってますけれども、はい、何とか入れてくれって言ったら、OK かもしれないから、公民館、南女の公民館行ってみたらどうですかいや、そうなると一生口調に頭が上がらなくなるから。<laughs> いいんだよ。<laughs> いいんだよ。これでね、<laughs> 人生のいいハンドが見つかったら、同じじゃん。洋島 <laughs> に土地買わんとね。<laughs> <laughs> 帰るかな。<laughs> 帰る、帰るかな。天皇陛下でも帰えな。あれちょっと無理だはずよ。じゃ それとですねあと、ですね支え合おう、つなごう、いつまでもっていうことを、ね、キャッチフレーズに、恩納村アフサにあります沖縄県県民の森にて、11月23日に第2回絆駅伝大会が、ね、開催されますね、これは先週もお,、えー、とお知らせいたしましたけれども、まだあの応募中ですのでね、でたくさんの人が、ね、来られて、絆をか、ねえー、みしめていただきたいと思って、えー、私、また今日もね。 えー、告知させていただきますけれども駅伝コースね、えーと5でえー、5区間ですね、12.1km ファミリー駅伝コースが3区間ですね、えー、5.5km、まあ、親子とかお友達とかそういったことで、ね、チームを作って、うん、と開催されるのが11月23日でちょうど、ね、いい時期ですから。あー くるって皆さん、えっ、ー、と、応募してください。電話番号だけ申し上げましょうね。管理事務所です。えー、697-8092ですね。098-697-8092でございます。そうしてですね、いよいよね、近くなりました。えっ、ー、と、敬老の日。 私は、うん、敬老、まだではございますが、兄さんたちも敬老の日、い、あの、全然まだまだだと思うけれども、嫁もらってないのもいるし、まあまだ PO のね、はい、お子さんがいらっしゃるなしろさんもそうですけれども、はい、でもね、自分たち敬老の年齢じゃないけど、これは見たいと思いませんかん<ー>見たいよね。これ,これね、ねリザンシーパークホテル単社米で行われる、瀬川恵リ子さん、三河健一郎さん、八代秋子さんでね、 ビッグさあの、歌謡ショーが開かれるんですよ。それと、ランチビュッフェです。飲んで食べて、そういうショーを見て、大人が5200円、小学生が2500円。で、プレゼントとかもね、いっぱい用意してます。もう、こっち、世界のこっち食べながらプレゼントもらって、サビオも親孝行、おじ、おば孝行。皆さん、やってください。えー、リザンシーパークホテル、タンチャ、ベイですよ。電話番号が964-6611ですね。 うんとまあ、今週はですね役場的には、うん、あれこれと目立った動きはないんですけれども、今さっきお聞きしましたら、那城さん、えっと、9月の18日、<ん>18日でした、琉華の、琉華、はい、のお第一次審査、はい、があるんですね、これ、どちらで、はい、これは一般は那覇の方でやって、<laughs> え那覇で、はい、那覇でするんですか、はい、審査員の先生が那覇の先先生生がが那覇 いるのでああ、なるほど。はい、あ、そうなんだ。で、これは、私、例えばですよ、竜花、はい、に興味あるし、こうやって何度も何度も告知させていただいてて、はい、で、まあ、竜花のあ、ナビのね、えー、竜花。 いうことで紹介させていただいている手前ちょっと覗きたいなっていうことを目論んでいるんですけれども、一般こういう私みたいな一般の人は入れない、大丈夫ですよ他にも興味ある方とかっていうのはどうなんでしょう、お願いしたら入れるとか、いやでも、数に限りがあるので、そうですか会場、那覇のどこって分かるんですど じゃあ事前にあの興味がおありでしたらばオーナソン商工会の方とかあるいは NPO 法人いや一般の人は基本的には立ち入り禁止ですね無理なん、はい、あじゃあ私こういうことでっていう風うにお願いしたい、ね、じゃあ特別にってこと同意さんオンナナビということで特別にですねありがとうございます、はい、基本一般参加は NG ですそうだよね審、はい、審査だもんね、はい、なるほど でこれの本審査が11月頃ですかいや、あのー、今月いっぱいで全部審査を終わらせて、表彰式が11月10日、うんうん、11月発表はいつ頃発表が、紙面での発表が今、予定は11月8日にそうですか琉球新報の,の、うん、一面使って、じゃあ、今月の18日に第1審査して、はい、で第2審査も今月中に行って。はいはい、で 対象とか選ばれた方々は、はい、今月中にはご本人には通達は行くの、10月頭には通達は行って、1か月前ぐらいに、そうですかで、紙面での発表が11月の8日、なるほど、はい、外国からの方の方ありました去年はアルゼンチン、うん、ブラジルぐらいですかね。うん、今年は 今年も同じじような感じですねそうですか、はい、その方たちがもし選ばれたらまたね、あの以前にハワイの方が選ばれて、表彰式にいらっしゃったでしょ、10月頭にその連絡をいただいたら、うん、もう手配してくるかもしれないね、そう,ですねうわー、すごいなー、本当に、竜華ってねこれだけやっぱり沖縄の文化をそのままあの継承していく、もう第一のものだと思うんですね。うん だからあの琉球村先週は琉球村の、ねえー、とチルさん来ていただいたんですけれども、はい、一生懸命勉強して、うん、来年はあの応募しますっておっしゃってました、はいうん、琉球村チルっていう名前ですよ、はいはい、私もその才能、ちょっと磨いてやってみたいなと思います、金城さん、また明日からあの名護の、ね、商工会で頑張ってくださるとは思うんですけれども、女納村商工会、あるいは運河村に対、ね、しての希望とか。 あいいは個人的なことでもいいでもす何か僕これ言いたいなっていうことございませんかえっとですね、うん、あのまあリゾートの女村ではあるんだけど、はい、やっぱり人の温かさ、はい、これは本当に僕一番女村が PR すべきことだろうなと思ってます、はいはい、だから今回、まあ、また「カイドーフェスタ」がやるんだったら、うん、その思いとか、まあはい、触れ合い、はい、あと人の温かさ、はいはい まあそういったのをこう続けて頑張っていけたらなと思ってます、はい、そこら辺を本当にもう草根の陰から、ね、応援できたらいいかなとくれんかくれん隠れんそこそこでも頭隠して尻隠さずでもなんかねやっぱりちょっかい出してほしいなとは思いますよやっぱり発起人ですからねで私の生みの親でもございますのでね この前、金城さんにお電話せしあげたときに、パーパーって言ったらね、お父さんとかパーパーって私言ったんですよ。そしたら、誰か <laughs> いきなり言われたらね、<笑><笑>いきなれた誰かっていう。間違い電話じゃないですかとか金城さんよ、忘れたか私の声園のビールや、ビーシュがって言ったら、え、どいさんとか、つってね。<laughs> そうなんですよ。もう、半年もね、捨てられてたから、あの、女のナび、うん、あれから生まれて、半年 なんとかこういう風にね、あの、成長しました、少し。土井さん、綺麗になってるよ。横幅も縦幅も伸びないのに身長だけなんですよ。本当にね。<laughs> 成長してます、おかげさまで。はい、うん。ね池袋をね、行かさせていただいたり、こういう風にパーソナリティのね、お話いただいたりしてね、やってます。で、あの、あんたの本業何って聞かれる時がちょっと辛くて。<laughs> いいタコですよ卓卓 <laughs> だから三振ちょろちょろ引いて酒飲んで寝るっていう話をしてるから何も仕事しないでこればっかりやってるっていうふうにあのリストラの方思ってるはず一応頑張って何か <laughs> 何の仕事してるとはちょっとね <laughs> やってるよお仕事 <laughs> いやほらナビとどういうナオミは別だから別もですね <うん S 1> 本当にナオミナビって言ってますけれどもねホントにあの日々成長 本当に皆さんに感謝、あの、しております。私も草場の陰で金城さんの <laughs> 活躍をですね、<laughs> 名古屋での活躍を祈っております。本当に今日はお二方来てくださってありがとうございます。ま,すまたよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。